ハイダマーカの陣地。ハイダマーカは、18世紀にポーランドが支配したウガン・ウクライナにおいて活躍した、ウクライナ人の放棄軍、または、その放棄軍の一員である。1917年から1920年にかけて、ウクライナ人民共和国の特別部隊の総称としても用いられた。ハイダマーカ、ハイダマク、ハイダマックとも、マクスイム・ザ・リズニャーク、 コリー・イノランの指導者。ハイダマーカは、暴れ者、略奪者、盗賊などを意味する、ヘイデー・マックというトルコ語に由来する。バルカン半島で、ハン・オスマン帝国運動の主役を務めたハイドゥクと、類似した語源を持つ。ハイダマーカの放棄の主な原因は、ポーランド政府、カトリック系貴族、並びに、ユダヤ系管理者が、正教徒のウクライナ人に対して行った民族的。 宗教的迫害であった。そのために、不満を募るウクライナコサック。ハイダマーカが活躍した地域は、キエフ地方、ボルイーニ地方、ポジーリア地方であった。ウガンウクライナの人民のほかに、サガンウクライナのコサック、ドンコサック、カルムイク人もしばしば放棄には加わった。ハイダマーカによる大きな放棄は1734年。 1750年と1768年に行われた。1768年の放棄は、コリーイの乱と呼ばれ、ウクライナ語のに由来する。ウクライナの文学においてこの乱が美化され、自由を勝ち取る人民の象徴となった。一方、ポーランドやユダヤの文学においては、この乱が史上最悪の事件の一つとして捉えられている。 文学の後を引き継ぐウクライナ・ポーランドユダヤの研究史においてもハイダマーカの評価は正反対である。ハイダマーカという用語は初めて資料に登場するのは1717 17年2月22日である。第3ハイダマーカ連隊の長官。ウクライナ人民共和国のハイダマーカは、ウクライナ化したロシア帝国軍の部隊、軍人や民間人などによって編成された。 1917年11月に、プストツビーフ100人隊長が率いるハイダマーカ旅団が創立された。さらに、1917年12月から1918年1月に、かけて、ペトリューラ隊長が引率する、スロボダウクライナのハイダマーカ軍団と、ペートリウ隊長が率いるコースチェホルディエンコ名称ハイダマーカ騎兵連隊が編成された。1918年2月に、 これらの諸部隊は正式にウクライナ人民共和国軍の一部となった。単数、ハイダマーカ、もしくはハイダマーク、複数、ハイダマーク。リ。ありがとうございます。